では、第3回イベント開始にあたり、スポンサーのご紹介です。本イベントはこちらの企業に協賛いただいております。まず、アビエスベンチャーズ様。アビエスベンチャーズは、アイデア、仕組みや情報の流通だけでは解くことができない問題を、革新的なディープテック、高度な科学、エンジニアリング技術で解決し、人類の発展、サステナビリティに貢献するスタートアップに投資を行い、グローバル展開を支援するベンチャーキャピタルです。詳細は abs.vc まで。続きまして、B ヘルスベンチャーズ様。ヘルステックとメドテックに特化したベンチャーキャピタルファンドです。台湾のエコシステムのユニークな強みを活用し、国内外のスタートアップ企業のアジアのゲートウェイとしての地位を確立しています。B アクセラレーターは B ヘルスベンチャーズの支援を受け、ヘルステックとメドテックのスタートアップの成長を加速させるためのベンチャービルディングプログラムを提供しています。次の10年以降に向けてインパクトを与えていきたいと考えるスタートアップを支援しています。詳細は www.vaccelerator.com まで。その他、福岡チャプターを設立するにあたり、設立当初からシリコンバレーのスタートアップピッチイベントをはじめ、北欧のイノベーション組織、アクセラレータービジネススクール、医療機器 NPO 法人、国内外のオープンイノベーションを推進する様々な団体にパートナーとしてご支援いただき、本日を迎えることができました。スタートアップグラインドチーム一同、心より御礼申し上げます。引き続き、スポンサー、パートナーの皆様、よろしくお願いいたします。福岡チャプターでは、スポンサー、パートナーを募集しています。ご興味ある方は、福岡チャプターのホームページからお気軽にお問い合わせください。それでは、オープニングまで今しばらくお待ちください。Welcome to Startup Grind 福岡。Startup Grind 福岡の第3回イベントを開始いたします。皆様ようこそ。司会のルーク田中です。皆様と一緒にこのコミュニティを盛り上げていきたいと思います。Startup Grind は、スタートアップ、ファウンダー、イノベーター、クリエイターによる世界最大のコミュニティです。Startup Grind は2010年にシリコンバレーで誕生しました。私たちは世界中600都市、125カ国でイベントを主催しており、グローバルなスタートアップエコシステムを構築しています。志を同じくする多様な人々を結びつけ、学び、教え、助け、構築し、仲間になる場。私たちはローカルイベント、カンファレンス、スタートアッププログラム、オンラインメディアを通して日々これを推進しています。世界を変える350万人ものイノベーターを結びつけています。日本では東京チャプター、大阪チャプター、そして昨年、第3のチャプターとなる福岡チャプターを設立いたしました。皆様、ようこそ。
皆様と一緒に本日を迎えられたことをとても嬉しく思います。世界中の多くのイノベーターを巻き込むこのスタートアップグラインドですが、この規模になったのは我々の掲げるビジョン、グローバルコミュニティフォーアントレプレナーズへの共感が非常に大きいと考えています。その中で我々は3つのバリューを掲げています。まず1つ目、Help others before yourself。 自分より人を助けること。そして、Give first, don't take。 得ることよりもまず与えること。そして最後に一番重要なところ、Make friends, not contacts。 人脈や名刺交換ではなく、友達、仲間を作ること。様々な方に共感いただいて、Google のような世界企業からご支援を受け、多くの世界を変えているシリコンバレーの経営者や投資家、アクセラレーターにもご登壇いただいています。例えば過去に登壇いただいた方としては、Google のエリック・シュミット氏であったり、破壊的イノベーションの権威であられるクレイトン・クリステンセン教授であったり、Uber や Airbnb を輩出している世界ナンバーワンのアクセラレーターであったり、ユニコーン企業のファウンダーであったり、Apple のエヴァンジェリストで知られるガイ・川崎氏や、全米ナンバーワンのベンチャーキャピタリストなど、世界トップレベルの方々にも登壇していただいています。そうした中、我々福岡チャプターは、グローバルな金融・技術エコシステムの構築を推進していきたいと考えています。例えば、ネクストユニコーン企業、福岡をはじめとした九州近隣のゼブラ企業、オープンイノベーションを目指す大企業、SDGs を解決するソーシャルアントレプレナー、大学発スタートアップ、留学生起業家、アントレプレナーシップ教育者、アクセラレーター、国内外の投資家など、グローバルなスタートアップエコシステムとつながり、互いに夢を語り、仲間になることで、世界をより良くするオープンイノベーションの場を作ります。まだ世に出ていないチャレンジャーや学生の方にも積極的に参加いただき、夢に向かって走り出せる人材が育ち、福岡市が国際金融スタートアップ都市として、新たな経済圏が生まれ続ける生態系の構築を目指します。世界を変えるために起業を目指す方、自己実現を目指すために就職を目指す方、人の命を救うために研究を続けたい方など、世界をより良くしたい志がある方、学生社会人問わず一緒に世界を変えていきましょう。このスタートアップグラインド福岡、ハッシュタグ、シャープスタートアップグラインド福岡で、ぜひ学んだことを SNS で共有してください。LinkedIn、Facebook、Twitter、何でも OK です。このハッシュタグで検索すれば、全員で学びを共有することができます。これをきっかけに学びの仲間を増やしましょう。これも一つの Let's Make Friends。回を重ねることで、いつでもどこでも友達同士で学び合える場にしていきましょう。投稿は簡単です。シャープスタートアップグラインド福岡と、例えばツイッターの投稿の中に一行書き込むだけで、後で自由に検索することができますので、ぜひぜひ皆様、今回の学びを共有していってください。ではメインテーマであるファイアサイドチャットに移りたいと思います。本日はスタンフォード大学の池野先生をお迎えしてのファイアサイドチャットとなります。福岡チャプターはこちらの6名を中心に運営していきます。ではまず、スタートアップグラインド福岡のファウンダーであり、チャプターディレクターであるジョン・コウジロー・モリワカを紹介いたします。世界と日本をつなぐイノベーションプロバイダーであり、シリコンバレー拠点のアルケミニストアクセラレーターのメンターをはじめ、国内外10社のアクセラレーターのメンター、スタートアップワールドカップのアンバサダー、情報系イノベーション専門職大学、海外のビジネススクール客員教授、フォーブスジャパンやリソナ銀行などでコラムニスト、スタートアップから大企業までのアドバイザー、家業のゼブル企業の経営もされています。それではジョン・コウジロー・モリワカよりご挨拶と本日のゲストの紹介をさせていただきます。ではジョンさんよろしくお願いいたします。Welcome to Startup Grind 福岡 everyone! 皆さん、Startup Grind 福岡第3回目へようこそ。聞こえてますか？司会のルークさん最高じゃないですか。いつもにまして F 社で働かれてますけど、なんかプロの司会者みたいになってきてですね、非常にワクワク楽しく思っております。本当にお忙しい中ですね、3桁今回も行きましたけれども、たくさんの皆様がご覧いただき非常に嬉しく思ってます。そして皆さん、本当このコロナ禍でですね、大変な時期だと思うんですが、ご家族、皆様お一人お一人の健康を我々福岡チーム一度願っておりますので、何か辛い時あったらいつでもご連絡ください。そして本日一番私がですね、大好き、大尊敬している
タンフォード大学の池野文明先生をお招きしたいと思います。早速ですけれども、池野先生、ようこそ Welcome to Startup Grind 福岡バーチャルハイファイということで、先生どうも、どうも先生。恥ずかしいね、なんか、森若様、ありがとうございます。いえいえ、先生、お忙しい中、ありがとうございます。今、シリコンバレーは、日本は今、午後1時ですけれども、そちらは8時ですか ?8 時12分ですね。8時12分。はい、いや、本当お忙しい中、ありがとうございます。まあ、本日はですね、約50分間、ファイアーズサイドチャットといって、暖炉の前のおしゃべりということで、二人でまあ、楽しいこそこそ話をさせていただければと思っております。暖炉ないんですけど、家に。いや、暖炉ないです。でもこ、大豪、アメリカの大豪邸、暖炉ありそうなイメージですけれども。ないね、暖炉。ないです。うん、まあいいや。なんか今日先生、後ろは和ですね。ああ、そうそう、これ和っていうかね、偽物だね。偽物のやつなんだけどね、中国製のやつです。そうですね、ありがとうございます。まあ、最初のこの暖炉の前のおしゃべりの50分は、YouTube に後に残ります。そして、気をつけないとね。気をつけないと、そうです。で、午後2時からですね、そちらの9時からは、30分間 Q&A コーナー。これがもう、ノーカットなので、先生何をおっしゃっていただいても結構ですし、参加者の皆さん、先生にご質問タイムがありますので、ぜひぜひ、後で質問してください。それではまず先生、約10分間、自己紹介？スライドお願いいたします。はい、ちょっと待ってね。はい、大丈夫です。はい。私はですね、1967年、昭和42年、戦後22年経った年ですけれども、まさに高度経済成長期に突入するときですね、まあ。もはや戦後ではないと。で、まあ一番この年で問題になったのが、公害、痛々病とか、第二水俣病とかですね。まあそういう、まあ日本が経済発展するのに、まあある意味、副作用というかですね、痛手を伴っていた時代です。そしてマイカーブームですね。日本が非常に豊かな国になりつつある時ということで、まあマイカーブーム、そしてまあウルトラセブンが誕生したということですね。僕もウルトラセブン大好きですけども、まあウルトラセブンが誕生したと。で、私が生まれたのは浜松市のですね、真ん中にいる上村ですね。ちなみにこれ静岡県です。福岡県じゃないですね。ちょっと似てますけど、僕は静岡県で生まれました。で、上村というとこで生まれました。で、上村って村なんですけど、平成3年に浜松市合併するんですけども、スズキ自動車の本社があることで有名なとこですね。で、そこで、まあ、村立の幼稚園、小学校、中学校とですね、まあ、11年間、まあ、全員同じ、友達たちとですね、11年間、まあ、村民として、英才教育を受けて、まあ、高校は浜松の高校に進学してですね、まあ、村から来やがったということで、まあ、ちょっと恥ずかしめを受けたんですけども、平成3年無事、浜松市に合併して、僕も、浜松の人と、誇りを持って、やっと言えるようになっている状況です。で、昭和61年に自治医科大学という大学を、入学しました。この大学はですね、1972年に、壁地医療と地域医療の充実を目的に設立された全寮制で、まあ、密度の高い教育を行い、卒業出身都道府県に戻り、まあ、私は静岡県出身なので、福岡県ではありません。静岡県出身なので、静岡県に帰って、静岡県庁の、まあ、公務員、職員として、技官ですね。医者として、地域医療に、転身しました。で、自治省が作った大学で、各都道府県が共同出資で成り立っています。で、これ特徴は学費がただですね、0円。で僕が学生の頃は、月々、まあ、お金も、まあ、生活費をいただいてたのと、まあ、自分自身も奨学金ももらってたので、まあ、まあ、全寮制でもありますし、まあ、それなりの生活は、学費が0円ですし、できたと。その代わり卒業してから9年間、県の職員として、
地元に貢献しなきゃいけないということですね。で、まあ、1992年4月、まあ、24歳の時に医師免許を取得して、最初は静岡県立総合病院というところで2年間、その次は、焼津市立病院、まあ、あの、魚、塩化、塩、なんだかな、カツオとかマグロとの栄養漁業で有名な基地ですけども、そこの焼津市の焼津市立病院というところで、まあ、循環器内科医総合医ということでやりました。で、まあ、最後、1997年から、2001年まで、佐久間町という、まあ、山間僻地の小さな病院と診療所に行きました。まあ、こんなとこですね。あの、浜松、天竜川を登ってって、まあ、愛知県と長野県の県境、佐久間ダムがあるところです。で、まあ、まあ、浜松までくねくね道、ものすごいくねくね道、だいたい2時間ぐらいかかりますかね。車で2時間ぐらい、かかります。近くのコンビニまでやっぱ2時間ぐらいかかりましたね。当時は。はい。というところです。まあ、こんな感じです。佐久間ダムがあって、まあ、山の中の天竜川にある小さな町ですね。で、お茶畑、結構、まあ、お茶が有名であるんだと思うんですけれども、まあ、こういうとこ、おしんですね。こういう山の上にお家があるので、まあ、おじいちゃんとかおばあちゃん、やっぱ、公共交通機関がほとんどなかったので、まあ、通えない人はこちらから、患者様のお宅にご訪問させていただいて、診療するというとこですね。まあ、当時の病院、これです。まあ、今も新しくなりました。浜松市に合併して。でここは診療所、今これ閉鎖されてますけれども、こういうところで診療してたんですね。で特徴は、今から22年前ですけれども、あの高齢化率っていうのは、人口あたりの65歳以上の人口の割合を言いますけれども、それがその時すでに 40% を超えておりました。現在日本は 28%、また 29% と言われております。で世界一の高齢化率ですけれども、将来ですね、40年、50年あたりになると、おそらく日本の全体の高齢化率が 40% いくということで、まあ、これ、バックトゥーザフューチャーと書いてありますけども、まあ、22年前にですね、今から20年後ぐらいの未来の日本で診療をしていたというふうに、まあ、個人的には、思っております。まあ、いろんな問題抱えていたんですね、当然のことは。それが今、まあ、顕在化、日本全体で顕在化されつつということで、まあ、未来を先取りしていたというふうに思ってます。まあ、そこで4年間診療をしてたことがですね、まあ、自分の人生にとって非常に大きな、まあ、ターニングポイントになりました。これはやばいぞと。まあ、日本の未来大丈夫かっていう感じですかね。ということで、まあ、逃げ出すわけではないんですけれども、まあ、9年間学費を返して、働いて体で返して、で、2001年4月から、渡米しました。ここに豊橋ハートセンターっていう病院があるんですけれども、僕は患者さんを飯田線沿いの、浜松ではなくて飯田線沿いの豊橋市に送ってたんですけども、そこの院長先生が留学してみないかということで、2001年から渡米しました。これどこに行ったかって言ったら、スタンフォード大学に行きました。で、まあ正直実験研究何もしたことない。アメリカの医師国家試験持ってないので、患者さん見ることできませんので、まあ研究ですけど、何の研究？もう豚との戦いですね。戦いっていうか、まあ仲間。さっき仲間を、友達を作りましょうって言ったけど、豚の友達、ほんといっぱいできましたね。僕ね、豚の友達っていうか、豚と毎日過ごしてる。感じなんですけれども、で、なんで豚なのかって言ったら、豚ってですね、心臓、僕もともと循環器内科なんですけれども、専門が。心臓が人間の心臓によく似てるということで、実験には非常によく使われる。特に医療機器ですね。心臓関係のメディカルデバイスの開発にはですね、非常によく言われています。で、ちょうど僕は2001年4月に、まあ、渡米したんですが、その4ヶ月後の2001年8月から、まあ、今では有名になったバイオデザインプログラムが産声を上げたと。まあ、その時、まあ、こんなっつったりしてですね。そのような講座に僕は全く興味なかったんですけれども、ただひたすら、毎日、豚を相手に、カテーテルをしてたと。人間ではなくて豚を相手に。
で、まあ、これがですね、また、この豚のおかげでですね、また人生観が変わるというかですね、これ豚に助けられたっていう感じなんですけども、どういう人たちが、じゃあ一緒に実験やりましょうって来るかって言ったら、これほとんどがですね、シリコンバレーのスターティングアップのエンジニアとか、要するに新しい心臓関係のデバイスのベンチャー企業の人たちですね。で、いきなり当然のことながら人間でテストすると、まあ当然のことながら倫理的にも問題ですし、時として逮捕されるということですので、まあ豚で一生懸命やるわけですね。で、そこで僕がまあ中心になって、スタンフォードのラボでやって、そこでまあいろんなスターティングアップの、まあ当時僕も33歳だったわけですけれども、まあ当時その頃33歳ぐらいの人は今20年経って53歳になってるわけですね。まあその人たち未だにいろんなベンチャーやってますけれども、まあ偉くなってますけれども、まあそういう人たちと20年間、豚を介してですね、豚仲間みたいな感じでやってました。で、ちょうど2001年同時多発ゼロが起こってですね、まあアメリカ大変だなと思ったんですけども、ラッキーにもですね、永住権のくじ、これ実は僕が当たったんではなくて妻が当たったんですけれども、まあこれで永住権がですね、なんかアメリカ行って半年しか経ってないのに永住権がもらえること、まあ、予約権ですけれども、その 2年後にということですね。で、あと、やっぱ大学で生きていくにはですね、基礎研究、やっぱ研究をしなきゃいけないですね。ベンチャーの人たちと開発してるだけじゃ、研究、アカデミックじゃないですよね。で、僕はこのおばさんとですね、これラッキーだったんですけども、まあ、タンパク質のですね、プロテインカイネース C、カイネス C のインヒビターですね。これデルタっていう分格があるんですけども、それに対する、まあ、低分子薬がメインで、今、バイオ医薬品メインになってますけど、当時低分子薬がメインのところを、いわゆる中分子と言われるペプチドですね。それで心筋梗塞に対するモデルを豚で僕は作って、で、彼女がそれを、試して、まあ、これですね、その後、彼女、カイファーマスーティカルっていうベンチャーを立ち上げて、僕は、嫌だったんで、絶対、大学辞めたくなかったんで嫌ですって断ったんですけども、それがですね、2012年アムジェンに、買収されてます。現在、僕がやってたやつはフェーズ 2B でダメだった、こけてしまったんですけども、もう一つ走ってたやつが今、日本だと小野薬品が販売してます。透析に対する二次性副甲状腺機能亢進症の特効薬ですね。まあそういう経験。で、彼女はそれに基づいてですね、まあ、リサーチャー、研究者が起業するってなんて大変なんだということを彼女自分から体験して気づいたんですね。それで2006年からスパークという製薬、創薬に対する研究者に対する起業家育成講座をスタンフォードで始めました。ここはやっぱすごいですよね。で、あとは僕は TCT っていう、まあ、カテーテル治療の最大の学校、大学ある、あ、すいません、学会がありますけれども、その20周年記念の時にですね、ブラジルサンパウロから、これは患者さんの治療ですけれども、参加させて、治療にライブデモンストレーションを参加させていただいたりしました。これなんでかって言ったら、豚の実験やってるとですね、豚の次は人なんですよね。で、じゃあどこでやるかって言ったら、当時は南米でやることが多かったんですけども、僕は豚の実験が終わったら、そのベンチャーの一緒の人にですね、南米に行って、まあ、患者さんの治療をしてたんですね。っていうのは、その新しいデバイスって誰も使ったことなくて、世界で一番使ったことあるのは豚でしかないんですけども、自分だったので、それで現地のブラジルの有名な先生方と一緒に新しいデバイスで実際の患者さんを治すということで、そのライブデモンストレーションをやっておりました。で、まあ2006年ですけれども、まあこの時にですね、バイオデザインプログラムっていうのが面白そうだなと。いうことで、まあ医療機器の企業化育成講座ですね。僕は製薬での企業の経験を肌で見てて、これも面白いなと思ったんですけども、自分にとってみたらやっぱ医療機器の方が合ってるだろうなということで、これはバイオデザインのクラス、フェローシップではなくてクラスで1年間、社会人学生として勉強させてもらって修了させていただきました。
あともう一つですね、あと僕はブラジルによく先ほど言いましたように最初の臨床試験でブラジルによく行ってたんですけども、2008年がブラジル日本人ブラジル移民100周年記念なんですね。でその時にブラジルのですね、やっぱ当時やっぱ医療遅れてました。それで僕は日本が進んでいってブラジルが遅れてる部分をカバーするために日本のお医者さんを4人そして各企業の方々含めて、ブラジルサンパウロだけではなくていろんな都市を、1週間かけて、まあ、教育ですねするために行きました。今現在としてはブラジルのカテーテルインターベーション件数は極めて増加してですね、非常にたくさんの命を救ってますけども、なぜこれやろうと思ったかって、自分がやっぱ、移民というかですね、アメリカに移民、それで調べてみると、やっぱブラジルに今からその当時100年前に移民した苦労された方がいらっしゃると。で、このブラジルという国にですね、何か日本人として貢献できるんじゃないかということで、これをやらせていただいて、その後ブラジルのカテーテル、治療が急速に発展していったと。いうことですね。まあ、そうこう知っているうちにリーマンショックなんか経験しちゃって、あ、これも大変だなと思いましたけども、まあ、2007年ですけれども、バイオデザイン終わったんで、なんか一つじゃあみんなで起業したいなと思って、まあ、ジョン・トーというですね、ベトナム系、まあ、彼も移民ですけども、まあ、優秀、とても優秀なエンジニアとですね、クリス・ダネックという、まあ、当時、スタンフォード MBA 終わって、まあ、何社か起業に携わってた3人で、アテルメドという会社を立ち上げて、2014年、ポルケーノ社に買収されています。現在、フィリップスという会社がアメリカで売っていますね、このカテーテル。あとはですね、もう一つ HBD。これ僕一つやっぱこれ重要だなと思ったのは、当時日本っていうのはレギュレーションが非常に分かりづらいということで、まあ、厚生労働省 PMDA ですけれども、じゃあアメリカと日本っていうのは医療機器の世界最大の市場でナンバー2の当時市場だったのが日本なわけですけども、このレギュレーションをですね、アメリカと FDA と一緒にやろうということで、ハーモナイゼーションバイデー、これ国家プロジェクトですね、国の、骨太方針にも載ってますけども、これに参画して現在もこのステアリングコミッティをやってます。で、先ほども言いましたようにファースト日本は様々な国、特に南米が多いですけれども、ものすごくしょっちゅう行ってます。あとそれとですね、スタンフォードでコアラボラトリーといって、まあ大きな臨床 大規模臨床試験の、まあ、解析フェームスタディというのは、あのステントの、まあ、適切な治療を決定するプレッシャーワイヤーというものを用いた大規模臨床試験ですね。これがニューイングランドジャーナルオブメディシンにパブリッシュされましたけども、あとバリ 2D といって2型糖尿病のカテーテル使用、心臓治療に対する、まあ、解析がですね、ジャーナルオブカ、アメリカンカレッジオブカルディオロジーに出ています。あとそれ以外には足の、まあ、あのスタンダード、ガイドラインを作る委員会に入っていたりとかですね。まあ、足の治療ですね。そういうところをやったりとかしました。で、2013年、メドベンチャー。2014年、US ジャパンメドテックフロンティア。これ NPO です。そして2015年10月にジャパンバイオデザインを、まあ、これなぜ立ち上がったかって言ったら、安倍首相が2015年、正式にスタンフォードを訪問して、ここで最終決定が下されたわけですけども、まあ、こういう、まあ、46、47、48。この頃はやっぱ一番、なんていうかな、新しいことをガンガンやってたっていう感じですかね。で、先ほど言ったスパークというプログラムのスパークグローバルというものが立ち上がって、僕は今アジアンパシフィックのコディレクターをしてます。そしてスパークジャパンを、まあ、正式にですね、筑波大学で立ち上げてます。で、2020年コロナになって、まあ、今に至るわけですけども、現在僕が一番興味あるのは、これアメリカンカレッジオブカルディオロジーというアメリカ心臓病の学会で最大の学会なんですけども、そこでバリューベースドヘルスケアですね。今まではお金たくさん使っても治療すればいいんだって言ったんですけど、やっぱり対コスト、もちろん一番重要なのは患者さんの命を救うことですけども、あのそれに対して価値がどれだけあるか、それはお金に換算するといくらぐらいなのかというようなコミッティがあって、8人いるコミッティメンバーの僕は1人になって、今それを一生懸命やってる最中ですね。はい、以上です。池野先生、あの素晴らしい自己紹介ありがとうございました。あの、明日の朝までですね、あの、聞いておきたいなというか、もう質問がたくさんあるので、早速ですね、お話ししていただき、させていただきたいんですが、今日は約4つの質問を準備させていただいております。最初にですね、その質問の前に、先生が20歳、21、2歳ぐらいの時に初めて海外に行った
お写真を、ルークさん、数日前に Facebook で先生の若かりし頃の写真を見てまして、この時に初めて、アメリカに行かれたと書かれてましたけれども。そうですね。これ、初めて日本の外に出たって感じですね。後ろにノースウェストの747が出てますけど、まさにあれに乗って行ったんですけれども、うんうん、初めて、だから今まで僕、上村っていう村でずっと育ってきてたので、で、まあ大学は栃木県の自治医大で全寮制ですね。で、はい、まあ正直言って日本の外に本当に国があるのかなっていうのを、嘘じゃないかなって思ってたんですね、本当に。はい、で、僕やっぱね、行動して体感するっていうのがやっぱものすごい強烈なインパクトを与えるなと、うん、これ21歳の時ですけども、うん、僕この時にこのノースウェストに乗ってですね、今のもうなくなってデルタになってますけど、はい、ノースウェストに乗ってアメリカニューヨークにマンハッタンに行かなかったら今多分いないですね、うん、ここに。あ、もう衝撃を与えましたね、うん、なんで与えたかって言ったら、はい、日本以外にも人がいる住んでるそれニューヨークですよね、しかも。で、あと、いろんな人種がいるってのはびっくりしました。おあとね、悔しいなと思ったら、自分の英語全く通じなかったですね。おでも、英語の成績良かったんじゃないですか？偏差値、受験はすごかったよ。すごかったっていうか、結構一番できた、受験。ただ、受験英語なんで、問題解くのは得意だけど、全く通用しなかったね。これはね、ショッキングでしたね。僕、この時に日本の英語教育大丈夫かなって、自分で体感して思いましたね。わ、はいはい、かります。ありがとうございます。まあ、そのやっぱり若い頃にニューヨークに行ったのが、やっぱりすごい刺激になってたんですよね。すごい刺激ですね。もう、本当に良かったです、これは。やっぱね、このまま行かなかったら僕ずっと一生日本の外に出ようなんて考えなかったと思いますね。うん。それから、でも、ヘクティー寮で、まあ、地元で、まあ、貢献されることは素晴らしいんですが、やっぱり、本当にふつふつと先生は外に出たいっていうことで、まあ、チャンスをものにされてシリコンバレーに行かれるんですが、最初の質問なんですけれども、シリコンバレーのスタートアップエコシステムって、どのように先生はいろんなお仲間を作られてですね、今まさに世界を飛び回る池野文明先生に、まあ、ベンチャーキャピタリストまでなられましたけれども、そういったことをちょっとお話、お聞かせいただければなと思います。これはですね、やっぱり、じゃあ飲もうぜとかそういうのではなくて、やっぱ僕はどうやって人脈を広げたかといったら仕事ですよね。やっぱ真剣勝負なんですよ、うん、向こうだって、はい、ベンチャー立ち上げでイエーイとか言ってやってるわけではないんですよ、はい、もう本当に必死なんですね。やっぱ人様から投資をしてもらって、人様のお金を使って、特に命に関わる医療機器を開発しているので、ものすごいやっぱみんな必死なんですね、はい、でその必死な人たちに対して僕も必死で、うんうん、まあ、豚の実験ですけどね、ブーブーっていう豚さんですよ、はい、でそれで、まあ、これそう実験終わったとこですね。このちなみにね、日本人の男の子2人前の、はい、早稲田の、うん、早稲田の学生ね、はい、みんな2人とも医療機器畑行ってますね、うん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 、1人が三菱商事の医療部門、うん、もう1人が三井物産の医療部門、うんうん、いや、何言いたいかって言ったら、まあ、何の話だったっけ、人脈、ちょっと飛んじゃったね、話ね。いえいえ。そう、人脈、だから、何言いたいかって言ったら、みんな真剣にね、僕に実験を頼んでくるので、絶対にその人たちを満足させなきゃいけないと思うじゃないですか。はいはい、でもやっぱ同じ気持ちになって、同じ船に乗って、で、はい、豚の実験なんて正直ね、あんまり人気のある仕事じゃないのは分かると思う。だから僕が行ってすぐできるんですよ、はい、正直な話、アメリカの人たちがやりたくない仕事ですよね、うんうん、でも、うん、ベンチャーの人たちしてみたら生きるか死ぬかなんですよ、はい、でその時かっこいいでしょ、所詮豚でしょブーって言ってやらない、いやいやながらやるんじゃなくてそこを一生懸命やる、うん、なんでかって言ったら将来で彼ら真剣なんですね、うんうん、でこのデバイスがうまくいったら人の命を救うかもしれない、うんうん、でそういうところを真剣勝負で真剣にやってるとですね、うん、だんだん相手とですね、なんとなくこう気持ちが一緒になってくるというか、そこが重要かなって僕は思いました。別になんか友達、うんうん、コネ作ってなんかいいことした、うん、ならないかななんて、はい、これっぽっちも考えてなかったんですね、はい、仕事を通して一緒に汗かいて患者さんのために機会を作っていく中で仲間ができてきたと。そうです。だから僕の友達みんな硬派ですね。うんうん。
真面目っていうか、これ当たり前のことだと思うんですけども。ジョンもいますね、台湾のドクターの。今映ってます。あ、そうそう。まあ、あれは、うん、あれもそうだね。一つ教え子みたいなもんですね。はい、こちらはこれね、だから、これブラジルから、その、ライブデモンストレーションで、まあ、とあるデバイスの患者さんの治療に立ち、まあ、一緒にやったんですけれども、治療をね。ブラジルの先生は友達がむちゃくちゃ多いです。ブラジル僕ね、20回か30回ぐらいもう行ったことは、まあ、最近はちょっと行ってないんですけれども、はい。で、その時にやっぱね、日系人がすごい尊敬されてるんですよ、ブラジルは。日本以外の国で日系人が一番いるのがブラジル、サンパウロ。120万人いますからね。で、そのブラジルのために日系人のため、はい、日系人120周年移民記念の年、まあ天皇、はい、今の天皇陛下もブラジル、その時公式訪問しておりますけれども、その時に僕ができることは、ブラジルの社会に何ができるんだと思った時に、やはりその当時、まだ日本ほど進んでなかった医療技術を、まあ、日本のお医者さんを何人かお連れして、有名なお医者さんをお連れして、ブラジルの先生に教育っていう方、ちょっと上位下達で申し訳ないですけども、まあ、そういう、はい、日本のやり方をブラジルに普及させると。でそれによって今ブラジルのこのカテーテル治療が非常に伸びてる。それが原因ではもちろんないんですけども、一つの引き金は引いたかなと思ってますね。ありがとうございます。先生、やっぱり先生がいつも講演でおっしゃられる最後の決め台詞でキーになるのはやっぱり何ですかね。ノウハウじゃなくて。いや、ノウハウもね、重要なんですよ。ノウハウ、はい、罰つけないでね、ノウハウ、ノウハウいらないって言ってるわけじゃなくて、いや、ノウハウむちゃくちゃ重要なんですけども、はい、うん、それと同等、またはそれ以上にノウフーって実はすごく重要で、一人の、例えばね、僕 AI のことなんて、はい、まあもちろん基礎的な勉強はね、AI の勉強してますけれども、じゃあ、すごくプログラミング使って AI のアルゴリズム作れるかって作れないじゃないですか。はい、はい。作れないんですね、僕は。でも、その作れる人を知ってれば、その人にお願いするとかですね。その人に教えてもらう。はい、まあ、だから、ノーイング風ですよ。ただ、その時に、その人から自分が信頼されてないと、本当に教えてくれないと思います。確かに。うん、だからそういう意味ではノーイング風むちゃくちゃ重要なんですけども、うんうん、じゃただ単に知ってるっていうだけじゃダメで、一緒になんかラーメン食べたことあるとかじゃダメなんですよ、うん、やっぱりその人から信頼されて、うん、場合によっては向こうがこっちに何かを求めるような、自分が価値を提供しなきゃいけない。先ほど一番最初にギブアンドギブアンドギブアンドノーテイクっておっしゃってましたけど、はいはいはい、そうなんですよね。なんか取ったのテイクテイクテイクノーギブなんては最悪ですね。はい、うん、だからシリコンバレーってみんなそうなんですよ。ギブアンドギブアンドギブなんですね、うんうん。いつの間にか自分が困ってる時に向こうがギブしてくる。決してこちらからテイクしようなんて思ってない。うん、そういう気持ちが重要だと思います。はい、じゃあそんなんだったら騙されまくるぞということを言うかも、うん、いいじゃないですか、騙されてもって僕は思います。ただしそういう騙す人はシリコンバレーから入れなくなっていなくなってる。これは本当なんですよね。うん、確かに。ありがとうございます。次の今日、まあ、たくさんの方々から聞きたいということで、代弁して、聞かせていただきますけど、スタンフォード大学バイオデザインコースがどのように医療機器イノベーターを育てているかということです。これはですね、当然のことながら、優秀な人が集まってきてるっていうのは否定しません。まあ、100倍近くの競争を勝ち抜いてきてる人たちが、なので、決して、優秀じゃないわけじゃなくて、本当に優秀な人たちですけども、ただ優秀だからといって、イノベーターになりたい、まあ、なるかっていうか、そういうわけではなくて、まあ、優秀であるということは当然なんですけれども、はい、やはりスタンフォードのいいところはですね、やっぱ周りに成功者がいっぱいいるんですよね、いわゆるロールモデルというやつですよね。で、このメンタリングシステム、これが一番ですね。もちろんノウハウでね、テキストブックもあるし、実際に現場に行って手を使い目で見て手を使いものを作っていく、まあいわゆるやりながら学ぶって今有名なアクティブラーニングですよね、はい、まさにそれを2001年からやってるわけだから、まあそれはそれで別にどこでもできると思うんですよ、はい、やっぱり一番すごいのはそのバイオデザインの
会員の講師としてですね、関わってくださってる、ほとんど、学内の本当の、正式な職員って一人か二人しかいないんですけども、ほとんど外から教えに来てくれます。だから実践をしている人たちですね。実際に物、投資をしている、実際にベンチャーを立ち上げて、実際にエンジニアをしている、実際に FDA で、審査をしている。そういう人たちが、やっぱ教えに来てくれてるので、迫力がありますよね。そりゃそうですよね。で、かつ、そういう人たちがロールモデルだったりするわけですよ。だから、僕は何が素晴らしいですかって言ったら、これもスタンフォードならではだと思うんですけども、やっぱそういうロールモデルがいて、みんな憧れます、優秀な人が、ああ、なりたいなと。だそこはやっぱ一番強いと思いますね。日本もやっぱりロールモデルを増やさないといけないですね。これ絶対そうです。いや、そんなの、プロセスが重要だって、もちろんプロセス重要なんですけども、やっぱり一番重要なのは、みんなが若い人たちですね、はい、僕も53なんでまだすごい若いなって自分で思ってるんですけれども、まあもっと若い人いるじゃん、はい、学生さんとかね、はい、53歳ですよ、僕も若いと思ってるんですけどね、笑ってくれないの、笑ってくれないんだ笑ってます笑ってます、はい、そういうね、次世代、次世代を担う人たちが憧れるようなロールモデルを作っていかなきゃいけない、しかならなきゃいけないね、まずは自分が。それ、やっぱりあれで、ところが重要です。うん、2つ目のキーワードは、何ですか？結果がすべてですね、結果がすべて、で、努力っていうのは、結果を出すために努力をするのであって、これ、アメリカ的で非常に、多分聴衆の方、皆様から叱られると思うんですけども、やっぱアメリカは結果が出ないとダメです、正直な話、もちろんね、失敗しても次、結果を出せばいいし、はい、いつか結果を出せばいいと思うんですけれども、はい、最終的に結果が出なかったら、やっぱダメだと思うんですよね。そういう意味では、非常にシビアな世界だと思いますけれども、まあ、だからエコシステムが成り立ってるんだと思います。真剣勝負だと思います。これ大学もそうですし、エコシステム、スタンフォード周辺のシリコンバレーのエコシステムもそうですけども、まあ一言言ったら、悪い言葉で言ったら弱肉強食ですね、やっぱり結果を出して、ちゃんと成果を出している人たちが生き延びてて、出せない人たちはやっぱ去らなきゃいけない。なんかエコシステムその持続可能になっていくにはまあ新陳代謝が良くてどん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 起業家が生まれていくとで強いものになっていくってことですよね。そうですそうです。ダメな人たちはまあもちろん何回もチャレンジできるんですけども、まあ成功が10年間で一つも出なかったらやっぱりまずいでしょう。やっぱ、誰も寄らなくなっていくでしょう。やっぱりそういう成功者が、つまり結果を出している人がいっぱいいるので、だから成り立つんですね。だからみんな憧れて優秀な人が世界中から集まってくる。ただし、さっきも言ったように、エコシステムって生態系だから弱肉強食じゃないですか。イコール。これ、生物の授業で習ったと思いますけれども、はい、中学校の時、まさに弱肉強食っていう言葉は、逆を正せばその通りだって僕は思います、ちょっと厳しい言い方かもしれませんけど、まあサファリランドというか、まあ本当に生態系の中でまあ強いものが勝っていくっていうことですよね。そうですね。じゃあ先生、最後の質問の一つなんですが、シリコンバレーとどう日本は各地のはですね協業して一緒にスタートアップエコシステムをグローバルに作っていけるかということについてお話しいただければと思います。これね、だからシリコンバレーを、日本で作ろうっていうのは絶対間違えて、もうみんな気づいてますよね、はい、だって違うんだもんだって、はい、でこれできるまで60年ぐらいかかってるわけですよ、はい、ただしシリコンバレーの人たちとさっきも言ったノーイング風ですよね、知り合いになることはできますよね。確かに。僕やっぱね、シリコンバレーじゃ何がすごいかって、なんか建物がかっこいいとかね、そんなんじゃないんですよ。やっぱり雰囲気で、雰囲気を醸し出してるのは人なんですよね。はいはい。それはさっきも言った厳しい一面ももちろんありますけれども、そうは言ってもやっぱ人なんですね。それは何か新しいことをやったろうとかですね、世界を本当に変えてみようって思う人たち
それによってシリコンバレーが形成されているので、シリコンバレーは何ですかって人なんですよ、うんうん、で同じじゃないですか、はい、福岡、僕静岡出身で福岡じゃないんですけども、はい、福岡だってそういう熱い人たちがいると思うんですけども、うんうんうん、そういう人と人がシリコンバレーの人と福岡の熱い人を、まあ、知り合うと、じゃあ名刺交換して終わり方、それじゃダメなんです。さっきも言ったように、はい、ギブアンドギブアンドギブでお互いにギブ、つまりギブアンドテイクが成り立つかってことですよね、はい、うんうん、ただ単にいい人だったら別に、まあそれは飲み友達でも何でもいいわけですよ、はい、うん、そうではなくてお互いに、尊重し合って何かプロジェクトなりビジネスが前に進むための 競争ですよね、はい、協業ですよね、はい、それがまあこれ今回福岡、あと僕は静岡ですけど、はい、福岡のやつでしょこれ。だから福岡がそういうことを、人と人が交わる何かを作ればいいのかなと思いますけどね。ありがとうございます。これはだからね、だから僕 NPO、まあ、次の、演者の石井正純さんと、はい、このジャック・モーマさんと3人で立ち上げたんですけれども、はい、まあ、当時駐日大使のジョン・ルースさんも手伝ってくれて NPO、 これはまあフェデラルとカリフォルニア両方の、アメリカ NPO ですけれども、はい、シリコンバレーの人たちをですね、やっぱりとにかく人と人が交わるのが重要なので日本にまあ連れていこうということで、まあ、みんなポケットマネーで自腹で切って、それは2014年から年間やってます、はい、去年は京都でやる予定がコロナだったんで、うん、ズームになりましたけれども、まあ、今年もおそらくズームだと思いますけれども、とにかくそういうことを地方都市で、まあ、第1回2014年が、これは仙台ですね、で第2回が大阪、はい、で第3回が、広島、はい、第4回が沖縄、うん、第5回が私のふるさと静岡、はい、福岡じゃなくて静岡でその次が神戸、そして、うん、去年は京都の予定だったんですけど、うん、ちょっと延期になったということで、うん、まあ、そういう活動をしてます。実際にビジネス、日本からのビジネス投資も含めた成立する案件は結構あって、これ毎年ですね、連邦議会で結果を報告してます。いわゆるこの前、大統領のあれで選挙、はい、テロじゃないけど選挙されちゃったとこですけれども、はい、あそこで一応報告義務があるので、うん、その担当の方が報告してる正式な活動ですね、うん、これは日本とアメリカ、さっきも人が重要だということを言いましたけど、うん、人と人が交わる場を提供すると作るんだということで NPO として活動してます。はい、この活動を通してやはりシリコンバレーに行きやすくなった方も増えたんじゃないですか。そうですね、僕やっぱり一番良かったなと思ったのは、さっきも早稲田の学生、まあ、みんな僕の教え子みたいなもんですけれども、はい、彼らが積極的にシリコンバレーに来て感化されて、今日本の医療機器の企業なり商社に就職していつかやったるぞというつもりで、うん、社内で結構暴れてるっつったら言い方すごく失礼なんだけど、うん、新しいことをするというパッション、まあ彼らまだ20代で若いんでね、はい、それを会社を変えてやるぞというつもりになってるというところが、うん、で彼らは何か困ったらまたシリコンバレーに来れば僕はいいと思う、うん、多分この人たちはみんなそれを温かく受け入れてくれると思いますけれども、うんうん、そういう次の世代が同じ志を持って前に進もうとしてるっていうところが僕はやっぱ一番重要だと思っていて、どうせ我々はあと何年かしたら死ぬわけですよ、正直に、はいはい、でも若い人たちはまだまだ次の未来の日本なり世界を作っていくわけだから、うん、そういう人たちが人と人をつながるために、うん、我々のこういう活動を利用していただくということができれば成功かなというふうに思います。ありがとうございます。私も池野先生がこの US Japan Medtech Frontiers の医療機器イノベーションフォーラムの最後のスピーチで、すべては患者様のために医療機器イノベーションを起こすっていうことをですね、ずっともう7年前から感動してですね、ずっと幅持ちといいますか金魚の糞をさせてもらってますけれども、本当ここで出会ったアメリカの方も日本の方も皆さん先生の志に賛同されてですね、非常に優しい方がいて、私も大好きなコミュニティです。最後の質問なんですけれども、どんな未来を先生は作られていきたいでしょうか。まあ、未来作って、
僕、まだ若いんでね、って言っても53歳だから、今からオリンピック狙うとかね、J リーガーになるとかっていうのは無理なんですよ。当然のことながらね。で、じゃあどんな未来、僕は未来は作れるわけではないんですけども、僕が作れるよりというよりも、もう未来を作る人たちを育てたいですよ、むしろ。で、どういう未来、じゃあ、これ未来志向って言います。デザイン志向ではなくて未来志向で、どういう未来があったらいいかなって言って思った時に、やっぱ、みんながやっぱ幸せで戦争もなくてですね、ハッピーで生きていかれるような、で、頑張ってる人が頑張ってるなりの評価を受けて、みんな横並びでね、一緒にっていうんだったら、昔のね、共産党みたいな社会主義になっちゃうので、これがいいかどうかってちょっと僕は分からないんですけども、やはり、みんなが幸せっていうのは自分の努力なり頑張ったことがそれなりに評価されて、っていう、それで暮らしていくと、そういう未来を作っていきたいですね。で、もちろんエコシステム、さっき言ったように弱肉強食、これは事実だと思いますけれども、まあ、そこから漏れてしまった人たちも別のところに行ったら、また別のその人たちのため、そのような人たちのためのエコシステムもあるので、だからシリコンバレーだけが全てではないわけですよね、当然のことながら。田舎に行ったって田舎のいいところもあるし、地方に行ったら地方のいいところもあるわけですよ。東京が全てじゃないのと一緒ですよね。じゃあ、田舎に住んでる人はダメなのかって、そんなこともなんともなくて、どっちが幸せか分かんないじゃないですか、今のこのご時世ね。そうですよね。で、そういうところかなというふうに思います。で、もう一つね、やっぱ日本に、あえて日本のことを言うとですね、僕はやっぱ地方から世界へっていうのをできたらいいなと。もちろん、リソースもないし、人もいないしね、そんなこと、机上の空論ですってよく言われるんですけれども、まあ、僕、いろんな県のですね、熊本県、大分県、長野県、まあ、浜松市等の公式な役割で、まあ、そういう未来設計みたいなのを手伝ってますけれども、やっぱり浜松、例えば僕の生まれた浜松ですけども、浜松がミニ東京になっても意味がないわけですよ。なれるわけもないし、違うんだもんだって、そもそも人口全然違うでしょ。でも浜松のユニークな、東京にないユニークな、尖った光ったもの。で、それが各都市、まあ、ない、もちろんないとこもあるのかもしれませんけれども、それが集まると、日本という国が世界のエコシステムの一つになるはずなんですよ。で、僕は浜松生まれなんて浜松人で、静岡県、福岡県ではなくて静岡県なので、で、ただし、それ以上に、で、日本国民ですよね。それ以上に地球人なんですよ。だから国籍はっつったら地球ですって。まあ、そうすると火星の人に怒られるかもしれないですけども、まだ火星に人いないかもしれないんで、まだ分かんないじゃないですか。でも少なくともみんな地球人なので、だから地いいです。球、だから、まあ、虎もライオンもね、イノシシもみんな地球人ですよ。人じゃないだけであってね。だからそういう意味では、まあ、その地球っていうところを壊しちゃいかんかなと。まあ、それが多分いろんな意味で、まあ、化石燃料含めてですね、将来の、まあ、それはそれで得意な人たちがやってくれたらいいんですけど、僕はやっぱそれが医療という形で貢献した、世界に貢献できたらいいかなというふうに思ってます。素晴らしいです。ありがとうございます。今、特にコロナ禍なので、アメリカも大変だと思うんですが、今、シリコンバレー、どんな状況ですか？大変ですね。大変です。ICU がもう、まあ、10%切るぐらいですかね、今ね。日本の新規感染者数よりかも桁が違いますよね。で、基本的にレストランも全然まあ、テイクアウトだけでやってないし、床屋もやってないし、まあ、大学だってもう1年近くキャンパスには立ち入りも禁止になってますし、まあ、全てが止まっているというような感じです。経済活動的に言うと。ただし、ベンチャーの、例えば医療機器のベンチャーとかは、これエッセンシャルビジネスなので、患者さんのためだから、これやらなきゃいけないので、彼らは一生懸命働いてますね。もちろんちゃんとしてラボの中に人数制限したりとか、で、大学の実験もそうですけども、僕も昨日豚の実験やってましたけども、大学の実験もやっぱノンエッセンシャルってエッセンシャルなので、それはやっぱちゃんとやってます。ただし、バーで飲みに行こうって言っても、バーやってないしね。そういうとこですよ。やっぱレストランも倒産してますし、
まあ、結構大変なのは事実ですね。はい。まあ、最後に、読ませていただきましたけど、皆さん先生のが監修された、こちらの方もすでにヘルスケアイノベーション、ポストコロナ時代の健康と社会ということで、先生一言コメントいただけますでしょうか。あ、これは僕は監修させていただきました。はい、で、いろんな、まあこれも本当に僕の知り合いに徹底的にいろんなところに声をかけて、まあ、こういうことを考えている人たちのことは知っていたので、こういうのをやるから一緒に協力してくれませんかって言って人を集めてやりました。で、まあ、これヘルスケアイノベーションって医療では、医業ではなくて、まさにウェルネス、予防ですね。で、予防医療っていうのは正直ビジネスお金にならないんですよ。金の匂いがしない。だから必要ないんだっていうものではなくて、今これから日本が直面する高齢社会ですね。もうすでにスーパー高齢社会になってますけれども、当たり前ですけど社会保障費がものすごい今上がってるじゃないですか。その中でやはり医療費ってすごい上がってるわけで、44兆円ですよ、ね。はい、僕が医学部卒業するときは20兆円だったわけです。もう2倍以上になってるわけですよ。20何年でね。で、これがどんどん増えていくと。じゃあそうなったら何が重要かって言ったら、まあ正直で病気にさせないっていうのは一つ、打つ手としてはあると思うんですよね。で、そういう意味では健康を維持する。健康寿命を維持する。これが重要です。日本という国は世界、まあ最近シンガポールに抜かれましたけども、それまでは男女とも健康寿命が世界一なんですね。で、生命寿命も実はノルウェーとほぼ同等で世界一なんですよ。だからこれをもっと伸ばそうということでやっていきたいなということで本を企画させていただきました。ありがとうございます。先生、ちょうどぴったし、2時にですね、なりましたので、このファイアサイチャットは終わらせていただきたいと思いますけど、非常に、本当に楽しいお話、ありがとうございました。皆さん、先生にバーチャル拍手でお願いいたします。ありがとうございます。ここからがですね、YouTube